はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝川直樹です。今日は中学受験算数基礎講座、今日からね、また新しい単元に1から、始めていきたいと思います。今回は売買損益について1からやります、ね、じゃあ早速やってみましょう、ね、さあ売買損益、ね、まあ皆さんがね、将来何かを仕入れて売るっていう時にね、どうやって値段をつけていくかっていうことについてやってみるんです。仕入れ値と定価について。さあ5000円で仕入れた腕時計に3割5分の利益を見込んでつけた定価はいくらですかと、ね、さあどういうこと言ってるかっていうと、まず5000円で、腕時計屋さんが腕時計をね買ってくるわけです、ね、5000円で腕時計を買ってきます。それが元手です。これが1元にする量。さあこれを1として3割5分の利益ね、5000円の3割5分、つまり 0.35 倍、これが、利益になるように、売り値をつける。この売り値のことを定価と言います。そうと、どういうふうにやればいいかっていうと、この5000円の仕入れ値に、仕入れ値の1たす 0.35、ね、仕入れ値の1たす 0.35 倍が定価ですよね。つまり仕入れ値かける1.35をすると定価が出るんです。さあじゃあで仕入れ値は5000円って分かってるわけですから、5000かける1.35は足りないかな。00576ね、で小数点2個ですから、あ5000か1個、もう少しもう一つですね、6750円、ね、だから6750円で、売るわけなんだ ね。だから1個売れれば6750から5000引いた1750円が儲け、つまり利益になるわけです。こうやって、仕入れてきた値段に1たす利益率を足したものをかけると定価が出ます。今日はゆっくり、これをねイメージしっかり作ってくださいね、パターンは一緒にしてあります。3000円で仕入れた品に6割の利益を見込んでつけた定価は四角円です。ね。3000円で仕入れてきた。これが、仕入れ値で1。そして6割、0.6 の利益を見込んで定価をつけた。つまり仕入れ値3000円の1たす 0.6 倍が定価っていうことです。ですから3000かける1たす 0.6 をして3000かける 1.6。ちょっとここにかけますね。3000かける1.6。4800円。4800円が定価なんです。だから3000円で、仕入れてきますね。
腕時計のねメーカーから仕入れてくるわけです。でそして4800円の値段で、一般のお店で売る。1800円が利益ということになります、ね、このイメージをしっかりつけるということね。いい、今日は簡単ですけど、当てはめるだけで簡単ですけど、イメージね、いくらで仕入れてきてどれぐらい利益をつけて定価を決めるのか、ね、さあもう一つ、600円で仕入れてきた品に4割の利益を見込んでつけた定価は400円です、ね、さあこれも同じようにやってみましょう、ね、600円で仕入れてきた、仕入れ値を1とする。そして4割の利益、 0.4 の利益を上乗せして定価をつける。そうだとするとこれ600円の1たす 0.4 倍が定価ですよね。ですから600かける1たす 0.4 は600かける 1.4。 さあ600に 1.4 倍すると、840円で、定価として売ると。600円で仕入れてきて840円で売れれば240円の利益ですよね。これが売買損益の基本です、ね。単純作業ですけれども、ね、仕入れ値とそして見込んだ利益で利益をプラスした定価、ね、そういったものの関係がしっかりイメージできるようにね、していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。では今日はここまでにしましょう。